はい、こんにちは、ミディアミスト浩平です。今回なんですけども、ロサンゼルスアパレルっていうブランドの、ちょっと今日は紹介をしていきたいなと思います。最近ちょくちょく名前聞くようになってきまして、ジャーナルスタンダードとか、まあ、ビームスとか、デモに別注を取り扱ってたりするのは見たことあるんですけど、まあ、徐々に知名度上げてきてますと。もともと、このブランドの創業者は、アメヤパで CEO をやってた方が創業されてて、ラブ・チャーニーさんっていう方ですね。この方がやってますと。背景の詳細はちょっと省きますけど、まあ、アメヤパを、まあ、解雇というか、お辞めになられて、で、そのままそこからもう立ち上げたブランドになるので、できたのは2016年とからしいです。なので、T シャツもね、結構そのアメヤパ感っていうのが出てるんですよ。こんな感じ。まあ、もう、もろにアメヤパというか。けど、その、まあ、日本からもね、その撤退、アメヤパってね、数年前撤退してたんで、なんかそのアメヤパの T シャツをもともと買ってた人とか、ね、通販だとね、まだ買えたりするかなとは思うんですけど、もともとその店頭で買ってた人とかは、結構ショックだった、僕も含めてね、ショックだった記憶はあるんですけど、まあこうやってね、その CEO が、まあ、もう一度ブランド立ち上げたってことで、結構、まあいいニュースというか、当時はね、だったのかなと思います。で、徐々に最近、メンテンというか、セレクトショップでも買えるようになってきたんで、ちょっと今日はこの T シャツの紹介をしたいなと思います。はい。で、僕持ってるのは、今のところまだこの、クルーネックの、普通のクルーネックのシャツだけなんです。黒を持ってるんですけど、買ったのは上野のジャラーナさんで買いました。で、もともとそのジャーナルスタンダードで見てたんですけど、なんか別注品っぽかったんで、あんま別注品って好きじゃなくて、なんかそのオリジナルというか普通のやつ買えないかなってさまよってたら、たまたま東京行った時に発見して、まあ1枚だけちょっと試しで買ってみたって感じですね。で、来たらね、やっぱすごいいいっすね。そのアメヤパの T シャツほんと好きだったんで何枚も持ってたんですけど、アメヤパ好きにはね、すごくいい仕上がりの T シャツかなと思います。で、今日はですね、僕が持ってるこのクルーネックの T シャツの、まあ、いいところをちょっと簡単に紹介できればなと思うので、言っていきます。3つほどあります。で、まず1つ目は、まあ、なんといってもメイドイン USA っていうところですね。アメヤパ世代からもそうでしたけど、まあこんな感じでメイドイン USA としっかり書いてますね。あ、やっぱ T シャツのメイドイン USA ってほんと最近減ってきてて、ほんのしかもね、手軽に買える US メイドイン USA ってなかなかもうない感じなんですよね、僕の知る限りでは。なんですけど、やっぱこう安定のメイドイン USA ってことで、個人的にはね、すごく嬉しいポイントです。で、このメイドイン USA の T シャツがじゃあ何がいいのかっていうと、それ言語化できないんですよね。なんか着られてる方だったら分かると思うんですけど、まあ、気のもんというか、なんていうんですか、独特のそのやぼったさというか、なんか適当感というか、ダサさと言い換えてもいいかもしれないですけど、なんかね、そのどんくさい雰囲気みたいなのがすごい好きで、こう適当な感じのその大量生産の味というか、なんかこの適当な感じがすごい好きで、それがメイドイン USA のいいところなんじゃないかなと思う。で、二つ目はタグですね。さっきちょっと見てもらったんですけど、アメヤパと思いっきり同じのこの、まあ、縦長タグというか、遠くで見たらもうほぼアメヤパですよ。で、今回はこの、実はですね、タグの裏側がポイントになってまして、制作者の顔が印字されてるんですよ。こんな感じで顔が印字されてるんですよね。下の方になんか英語が書かれてると思うんですよ。英文。これ何かっていうと、これ書かれてるこの人物は、実はこの T シャツを作ったその時の、まあ、制作者、責任者かな、なんかちょっとわかんないですけど、なんか制作者らしいんです、調べたら。ね、その人のね、経歴が書いてあるんですね。例えばこの方だったら、ヴィンセントさんっていうこの方は、32年の経験を持つと。なんかね、履歴書みたいになってるんですよね。このタグの裏がまさかの。その、こう、まあ、こだわりというか、こんなことしなくてもいいはずなのに、ここにこだわってくるっていうのが、まあ、ちょっとシャレが効いててね、普通の T シャツブランドにはないような、ただならぬなんか、気配を感じるというか、これはちょっと、ね、楽しめるポイントじゃないかなと思います。あ、野菜みたいですよね。その生産地が分かるというか、生産者がの顔が見えるみたいな、そのノリは。こんな風にね、T シャツを考えたことなかったので、これはすごく購入した側からしても、まあ、グッドなポイントだと思います。で、三つ目は、まあ、やっぱバリエーションですね。まあ、この T シャツって言っても、これは一番ね、ベーシックな普通のクルーネックの T シャツなんですけど、アメヤパ時代からま、一緒で、T シャツのその、まあ、生地の分厚さとか、形とか、ネックの違いとかで、かなりバリエーションが豊富に、展開されています。で、概要欄に一応 URL 貼り付けとくので、見ていただけながら、お買い物楽しんでもらってもいいのかなと思うんですけど、やっぱこれもね、選ぶ楽しみというか、こう、自分のスタイルに合わせてチョイスできるんで、まあ、これもね、非常にありがたい部分かなとは思います。じゃあ今回のちょっとまとめなんですけど、シンプルな T シャツってなんかその分本人のこだわりが出るという
か、まあ、選択肢も多いんで T シャツというアイテム自体ね、何らかのこう自分の意思を反映したいアイテムでもあると思うんですよ。このロスアパの T シャツはやっぱ種類も多いし、まあ、素材もあのたくさんあるので、まあ、どんなこう人のスタイルにもまあ応えてくれる商品群かなと思って結構おすすめです。まあ、さっきも言ってましたけど、日本からねアメアパが撤退した時になかなかねこういうあのメイド USA の、まあ、いい意味での適当な T シャツで着る機会が、まあ、なくなってしまったのはね、あのすごくショックだったんですけど、またこうしてね日本で買える日が来ることになったんで、それはすごく嬉しく思いますし、まあ、これからもねいろんな、まあ、路面店も含めてねオープンしていってほしいと思うんですけど、今後にちょっと期待という感じでございます。それでは最後まで動画をご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。